皆さん、こんにちは。インスパイアのことです。今日も U3 を使いまして、ネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします、はい。今日はですね、2020年7月25日ということで、4連休のですね、3日目ですかね。 になるかと思いますけど、ということで今日はですね、土曜日でもありますので、恒例のまとめ記事ということで、先月に投稿しました Facebook ページの中のクリック数が多かったものですね。自分の投稿の中から、そこにリンク付き投稿している場合にですね、どのぐらいウェブに誘導できたかということについてを、解説していきたいと思います。では早速ですが、こちらの方からご覧ください。どうぞ。はい、まずですね、 弊社の Facebook ページにまだいいねしてないって方は、ぜひこの際ですね、いいねしてあげると嬉しいなと思っています。現在ですね、4800いいねぐらいありまして、5000いいね目指して頑張ってますので、よろしくお願いします。はい、ではですね、早速ですが、2020年6月のランキングですね、第1位から振り返っていきたいと思います。まずこちらからご覧ください。どうぞ。はい、まずですね、75クリックということで、 こちらのニュースが出てきましたけど、これですね、あのーまあ、廃クガソリン、実は混合していたというです、ね、ものであ、75クリックになっているんですけど、ちょっとね時間がですね、あの多分。 えっと、12時、深夜のですね、夜の12時を回るか回らないかぐらいに僕シェアしたような気がするんですね。だから投稿時間はあんまり良くないので、リーチがですね、553ということで、そんなに伸びていないんですけど、それなのにね、クリック数が75クリックということで、えー、結構ですね、反応率は良かったということで、まあ、これ投稿時間をですね、もうちょっといい時間に上げていればですね、さらに良い,い反応があったんじゃないかなというふうに思いますけどね。 い。続いて見ていきましょう。第2位ですね。こちらのニュースになります。はい。本日6月22日より JPQR で参加店舗のウェブ受付が開始、その注意事項これもですね、実はこの JPQR の事業が始まる、そして6月22日から受付開始するってことは非常に分かっていて、この日のためにもう記事を作っておいてですね、始まったら同時にすぐにですね、皆さんに案内できるように、準備をしていたんですね。 こういうものっていうのは、やっぱりこうタイムリーなネタっていうのはですね、やっぱり皆さんがこう気になるので、見てもらうんじゃないかなっていう思いますね。で、この動画あ、動画じゃない、ここで見ていただきたいのは、これ投稿がですね、動画になってるんですよね。ということで動画投稿っていうのをちょっと6月はですね、やってたんですよね。このインスタグラムの、えっと、IGTV というですね、動画投稿できるようになったので、 それをですね、同時に Facebook ページにも流すことできるから、この弊社のですね、この公式の方に流していたんですね。なので、6月は結構ですね、ブログ投稿、ブログ更新しましたっていう投稿と、動画シェアしましたっていうもの、2つね、上がってるんだけど、ちょっと7月になって、このやり方ちょっとやめたんですね。 えっと、まあ、なぜかというとですね、あの、同じタイトルのものが2個ね、ブログ投稿と動画投稿と上がってしまうとですね、その2回目の方に、まず動画が先にアップしてから、ブログを書く形になりますので、そうするとね、動画が先に行くんだけど、リンク先の記事ってないんですよね。あのブログがないから。ということで、その、なんだよって話になるし、一つの Facebook ページで、 同じ内容のものが動画とブログと2回上がるってことが、やっぱりちょっとお客さんとしてもですね、使いにくいと思うので,で、このやり方を変えて、7月からは、あの、別の僕のフェイスブックページであります、まあ、横田修林という、自分の名前のフェイスページあるんだけど、こっちの方にですね、動画はシェアする形に変えたので、なので、7月からこの傾向ないんですけど、ただ、この投稿に関して言っても、やっぱり動画がですね、今月というか6月はですね、結構、 ランクインしているので、動画投稿は有効なんじゃないかなってことが、これもね、もしかしたら言えるんじゃないかと言えるんですが、ということで、JPQR 事業のものが入ってきましたというね。では続いて見ていきたいと思いますが、続いてはですね、はい、えー、ましょうこちらになります。はい、えっ、ー、と、16クリック今更といううに書きましたが、 はい、こちらも、ね、コロナウイルスの無症候性の蔓延は非常にまれですと WHO は言いますとありましたが、これも実は狙ったのは、この普通に投稿したんでは CNBC の記事のです、ね、このコロナウイルスの無症候というやつがですねうまくですねこうサムネイルに出てこないんですね。サムネイルに出ないと、やっぱりですねあの今さらだけではですね クリック率を上げることが難しいので、それでですね、僕は苦肉の策というか、あのスクリーンショットを撮ってですね、その記事のスクリーンショットを撮って、その写真と一緒にシェアするという形をやってるんですね。これによって、写真の表示数が5あって、合わせて16っていう形なんですけど、実はこういう工夫も非常に重要で、サムネイルがうまく出てないとですね、やっぱり反応率が下がっちゃうんですね。 その場合は、まあ、写真を添付するみたいな方法もありますので、ぜひ参加してほしいなというのもね。はい、ではついていきましょう。はい、こちら16クリック、えー。ズームオンライン講座の主催者、講師、受講生の長所と短所と。これもやっぱりですね、動画投稿の方が入ってきているんですけど、やっぱり動画投稿っていうのは、この、やっぱ見ちゃうんですかね。まあ、自動再生されるのもあるし、 最初のね、3秒の再生数は151回だから、495リーチのうちの3分の1ぐらいはですね、最初の3秒の再生はね、その後の再生維持は低いにしても、見ているってことからもですね、ちょっと面白いなと思いますね。はい、では、続いて見ていきましょう。こちらになります。 はい。えー、お宝やばい、売れる、稼げる、儲かる検査キーワードとで、これもですね、やっぱり動画記事の方がランクインしてきてるんですけど、動画の方がね、強いなっていうことがですね、なんか分かったりもするすね。で、えー、まあもちろんそのためには、Facebook ページ自体にいいね数がある程度あって、まあ、リーチがないとですね、動画の、その、なんていうのかな、えー、クリック数自体はね、稼げないんですけど、まあでも、あのー、 やり方としてはありだなということで、まあ、別に今、Facebook ページを変えましたけど、そっち側の方もですね、またちょっと折りを見て、です、ね、皆さんにどういう傾向になっているか、発表できたらいいなと思います。はい、ついで見ていきましょう、こちら、14クリックめでたいということで、これもね、時間がね、ちょっとあんまり良くなかったんじゃないかなと思うけどえ、こちらのニュースをシェアしたものが結構ね、たとというこが これもね、やっぱりね、旬っていうのがあるので、発表時間があの朝、朝早ければですね、朝投稿するっていうのもありなんだけど、やっぱ遅い場合はですね、やっぱその反応率が落ちちゃうんですよね。これはある程度はしょうがないんですけど、こちらのニュースも入ってきましたね。はい、続いてこちら、14クリックで Google マイビジネスでできる3つの新型コロナウイルス対応という対応というか対策とも言います。 こちらも14クリックになりますが、これもですね、ちょっとあ狙いがあって、このサムネイルに今出ているものに、Google マイビジネスには新型コロナに負けない新機能がとい書いてまして、ここにですねなんかサムネイルが出てるんですけど、サムネイルがでちっちゃくなっているので、何のことを言ってるかね、全く分かんないですよね。 こういうようなことをすると、結局、何のことを言ってるのかわからないから、詳細を見に行くと。ね、だけど、ここをですね、例えば、あ、これは違うけど、あの、内容をバチッとこう、もうね、サムネイルに出ちゃってると、あ、それなら知ってるよとか、そういうことね、と思ったらですね、詳細見なくてもよかったりするんですね。だから、このサムネイルの作り方って結構重要で、どうやったらね、クリックで Web 誘導するかというときに、作り方をですね、工夫していただければと思いますね。 まあ、あの何がいいのかっていう正解はいろいろありますけど、やっぱりウェブ誘導しないとですね、まあ、始まらない商売の方って結構多いんですね。例えばそうではなくて、飲食店とかサロンさんみたいに、ある程度情報を見れば、お店にもうね、それで行くっていうようなものもあるんだけど、その場合はね、そんな簡単なものじゃないので、そういう方の場合はやっぱりウェブ誘導って必須かなというふに思いますね、はい。では3つ目いきましょう。こちらですね 14クリック、ズームのミーティング画面にソーされる項目、有料機能の解説で、またね、あの動画投稿がランクインしてきましたね。動画ね、強いですよね。こうやって見るとですね。で、その再生クリック数は1とか、リンクのクリックも0で、でその他が13になってるんだけど、このその他が何が入るかちょっとわからないんですけど、あの、普通のリンク投稿だとですね、URL が入ってる部分なんですけど、 まさか、ハッシュタグに行ってるとも思えないし、言うと、やっぱり動画の再生ボタンを押してる数になるんじゃないかと思うんですけどね。はい、こちらが入ってきてますね。続いてこちら。はい、13クリックで、リアルでは実現できない、ズームで営業するメリット参加機2 0これもやっぱりですね、動画投稿なんですで。動画投稿がね、結構やっぱ入ってきてますね。 で、えっと、いいねの数は、あの、7いいねとかだし、そんなにね、えー、出てないんだけど、おそらく昨日書いた記事が、Facebook ページの、あの、いいね数ランキングっていうのを発表したんだけど、いいね数ランキングの上位に出ている記事とですね、投稿と、この Facebook ページのクリック数の方に上位に出ているものが、比較してみると面白いかなと思いますね。やっぱり、こう、いいねを稼ぐものと、そのリンクをクリックするものが違うっていうことがですね、 多分,分かると思います、まあ、このようなですね、まあ、あのリンクをクリックさせるものは、企業として絶対まあウェブ誘導したいっていうのは、それはえあの注文だったりとか、見積もりだったりとか、お問い合わせとかにつなげたいから、それは、ね、絶対やるべきなんですよ。ただ、それをやってるだけだったら、反応率が下がっちゃうので、だから、こういうですね、投稿自体にいいにしてもらえるっていうのも必要だということで、この両,両輪なんですよね。この辺をね、頑張ってみるといいかなと思いますね。 はい、ついてこちら。12クリック。マイナポイント事業、登録決済業者、109社へということで、これもそろそろね、また発表しようかなと思ってますけど、まあね、あの、徐々に追加になってますから、新しい追加になったところですね、いつから追加になったとか、分析しなきゃいけないなという風に思います。これね、あの、最新情報はですね、ブログの中にリンクありますから、そちらから見ておいていただきたいと思うんですけど、まあ、なかなかですね、えー、まとまりがうまくつかないですけど、 注目,注目事業ですからね、ぜひ皆さんも参加してみてください、えー。続いていきましょう。はいえー、11クリック、えー、Instagram から派生した動画サービス、IGTV が注目のい業ということで、これもやっぱり、ね、動画投稿が入ってきていますで。おそらく今回の中で言えば、動画でランクインしているものとブログ記事でランクインしているもので、両方入っているものってかなり少ないと思うんですね。 なので、えっ、ー、と、逆に言えば、ブログで上位に来ている、ブログでランクインしているものは、なぜ動画がランクインしないか、みたいなことを考えてみても面白いかもしれないですね。なので、皆さんもですね、動画投稿とブログ投稿、両方やってみると、ね、その比較してみるとね、結構参考になると思います。はい、続いて、10クリック。えー、もはや YouTube も言論統制されている件ということで、 これはですね、あの、逆を狙ってみたんですけど、この、もはやって書いて URL があって、3行目に次のようなコンテンツは YouTube で許可されていません。もっと見るってなるんこの先ってのが、やっぱり見たい人はもっと見るを押していくと思うんですね。でこのもっと見るを押したら、カウントはですね、その他に入ります。なので、その他が7人いるわけですね。ということは、全体の中の10クリックですから、少ないですけど、そのうちの7割はですね、その他の方に行ったということ でもちろんこのリンク先見ても同じことの記事に飛ぶんですけどやっぱりフェイスブックユーザーとしてはウェブ誘導されるよりもフェイスブックページの中で完結したいということがあるのでこの辺もですねいつもお話してますけど結構重要な話でしてウェブ誘導したいのはまあ,あくまでも店側のエゴであってお客さんはそれを求めてるんじゃなくてお客さんは満足度が高い、えー、そう体験をしたいわけですよね。なのでそう考えていくとやっぱりですね あのこのようにですね、もっと見るの先に帰っいていくってことも大事かなと思いますね。はい。えー、続いてですね、こちら、Zoom の PC 配信でホワイトボードと Apple Pencil を使う方法ということで、これもやっぱ動画投稿が、ね、入ってますね。これもそうですね、Twitter で最長140字の音声。一、まあ、つね、もう一つ言えることは、1日の中で2投稿して、しかもその投稿間隔が短い場合、2個目の方のです、ね、リーチで伸びないことが多いんですね。 でやっぱりあの連続投稿っていうのはあんまりね、こう推奨してない感じがあるので、だからどうしても動画の方が、えー、先に、ねえー、出てくるので、リーチが伸びて、 ブログ投稿の方がリーチが伸びないかもしれないですね。これも逆にやってみたりするといいと思いますね。ウェブ投稿してから動画投稿するとか、もしくは同じ内容のものを2つ上げてると反応率が落ちるんであれば、1日ずらしたらどうかとかですね。まあこういうような検証してみるとですね、いろいろ見えてくると思うと思いますので、ぜひね、やってみるといいかなと思いますね。はい。えー、あとは、ズーム等の照明の選び方っていうかが、リアルやすくなるかとかですね。 IGTV の話とか、これね、動画動画、本当に多いなっていうことが分かると思うんですね。ということで、はい、えー、こんな感じになりましたが、はい、えー、Facebook ページの運用ってなかなか難しくなってきましたけど、またですね、いろいろ発見もありますから、ぜひ皆さんもですね、投稿してみるといいかなと思いますね。はい、えー、今日はですね、Facebook ページ2020年6月のクリック数ランキングを発表いたしました。インスパイアの答えでした。ありがとうございました。 拜拜。Bye bye.